スティフ・フェリオは、日本の競争は主なカチクラは2018年の福島記念、2019年のオールカマー、小倉大将展。場名の意味は、オペラ作品名。近年発見され、蘇った名作でシリアスな内容。2014年2月17日に、北海道千歳市の八代大ファームで誕生。一口場主法人。 ヤシロ大サラブレッドクラブから総額6000万円で募集された立党音梨秀隆ひでに入級2016年9月18日の阪神芝1800メートルの新馬戦で安城松若風馬でデビューし2着となる初勝利を挙げたのは3歳2月のデビュー4戦目だった3歳時は夏の函館開催で2勝目を挙げ 秋には、セントライト記念でも4着に前線し、喫下賞にも出走した。しかし、この時点ではまだ、気持ちと体がマッチしておらず、完成は先と見られていた。4歳夏の北海道開催では2勝を挙げ、オープン入りする。喫下賞以来の重賞挑戦となった札幌記念では、広報勢が上位を占める展開の中、先行して、 カチウマサングレーザーから0秒4差の5着に粘り込んだ。このレースで生産牧場であるヤシロ大ファーム関係者も自力の強化を確信したという。一層破産で迎えた福島記念ではマルターズアポジーが作ったハイペースの流れを離れた3番手で追走し直線で力強く抜け出して重傷発生覇を果たした。安状の丸山元気は 二歳児に緩かった体も今は成長していますねと称えた。福島記念から3ヶ月の休み明けとなった小倉大将店では5 7ラムのハンデも苦にせず、二着、谷のフランケルを首ささし切って重傷連勝を遂げた。菊花賞以来の G1 挑戦となった大阪杯では、主戦の丸山がステルビオに起場するため、田辺博信が3層ぶりに起場して7着となった。 音と氏は、大阪杯の結果について、あれでも仕掛けが遅すぎたと分析しており、宝塚記念では、四角戦闘くらいの強気な気持ちで乗ってもらいたいと、コメントしていた。しかし、外枠から先行したリスグラ州に二番手のポジションを取られて、想定より一列後ろの競馬となり、七着に敗れた。秋は、 オールカマーから指導し、同期のダービーはレーデオロなどの実績上位場を相手に、鮮やかな逃げ切り勝ちを決めて、重賞3勝目を挙げた。続く、天皇賞は12着、有馬記念は13着と大敗しこの年を終えた。2020年初戦のアメリカジョッキークラブカップは8着に終わるが、3月の日経賞では3着、天皇賞では11番人気ながらフィエールマンの2着と、 構想した。しかし6月の宝塚記念は、いいところなく11着に沈んだ。その後、秋へ向けて調整されていたが、左前足のつなぎ部分に、晴れが見られ、エコー検査の結果、左前足に、クッケン炎を発症。現役を引退することになった。引退後は、北海道千歳市の八代大ファームで乗馬となる。以下の内容は、netkeiba.com の 情報に基づく、ありがとうございます。